ばい。おいくつになっちゃう。俺が出張でいないこといいことにずっとサボってたんだろうお前。うん、サボってないよ。ストレッチとかやばかったじゃん。体硬くなってたじゃん。この前みたいに勝てるといいけどな。うん、勝ったら勝つ。軽くな。うん、ジャブ、ジャブ。違うんだよなお前。ジャブってさ、お前の場合さ、シュッシュッってやってるけど、当てるためのパンチだから、うん、この動作いらないね。これいらん、うん、これ1でやる。分かった。はい、ちゃんとやれよ、はい、あの次それ治ってなかったら引っ張らくからな、うん、よし来い、やってくればいい。なんかフォームがバラバラだな、はい、なんこれ。蹴った後に普通に戻さねえと。笑ってたよ。蹴った後はすぐ戻す、わかる、うん、お前のは蹴った後すぐなんかこれバランス崩しちゃダメ、うん、あと、うん、次ちゃんとお前蹴ったらペンって戻れよ、うん、分かった。何笑ってんのお前、アホやろ。お前次ちゃんとこうやって戻らないで、まずこれになったら引っ張らくぞ、分かったな、うん、ちゃんとやれ、はい。やっとれないか。緊張してる？休まず打ち込むんだよ、うん、ちゃんとキックする、うん、あなた、はい、頑張れ、いけいけいけ、ほらもっと早く。まだ動けない、伸ばしたら蹴る、そう、足上げる、そう、手投げても、手投げても、いけ、取れ。ダメだな、もう一回だ、ちゃんと練習。今ダメだったところ言ってみ。勢いが遅かった、足りなかった。勢い足りなかったね。あと体力がなくて休んで。じゃあさ、うん、勢いがなくて、これはお前の試合に対する取り組む姿勢じゃんこれ、うん。どうしたらいいと思う。今後どういう練習をしたらこれ改善されると思う。月火水木金、1、2、3、4、5、3番、はい、いきます。みんなの意見だからね。焼肉。混ざってないよ。やりたい。次サバちゃん。ジングルワイ、ジングルワイ、カラム。意味わかんない。ああ出たよこの感覚。やだな、やっぱ週末楽しかった、リラックスできたな。日曜日にさ、こうやってまた出張先戻るの、このなんだろう、憂鬱感、久しぶり。やだな。
今日からはね、けど割かしいいホテル泊まるんで、先週よりはいい環境でね、生活できると思うんですけど、はあ、そう、ママにシチュー作ってもらってね、うん、明日温めて朝食べるんですけど、それが楽しみですよ、はあ、行きます、蒲田を出ます。出て、今日のホテルはここだから、高級ホテル近い、ここだね。この建物の2階かなんかがフロントだよね。あったかい、あったかいよ。じゃあそこで風呂入ろう。ここだね、します。めっちゃいい匂い。今日9階だからね。ほらほら、そこそこ綺麗じゃない。ほら、先週よりもだいぶいいよ。いい。あ、これ、あ、お茶が無料で置いてあるよって話ですから。私のセンスではございませんけど、こんな感じでね、室内着が置いてあったんで、これ着て、風呂入っていきます。さっき子供たち風呂入れるときは自分の頭とか洗ってないんで、ちゃんともう綺麗にやってくるよ。やってきていっぱいやるよ。あ、こんな感じだ。え、めっちゃすごいじゃん。めっちゃすごいじゃん、こんな。すごいいい眺めじゃない。じゃあお疲れです。風呂入ってきました。あ、ま、いや、いいよここのホテル。いや、先週のホテルと比べるとだいぶ、うん、いい。お風呂行ったんですよ。三島のね、景色がブワーッと一望できるぐらいの露天風呂があったり、あとね、サウナもついてる。うん、いい。施設、すぐ完璧だよ。あとアメニティもね、ドリップコーヒーとかも置いてあるし、すごいいいね。いいよ。だいぶいいぞ、これ。ちょっとね、追加で、泊まる日程があるとしたら、ここのホテルを、ちょっと予約入れようかな、また。追加でね。あー。いいよ、ここはだいぶ気に入った。すごいね、お風呂も綺麗で、部屋もそうなんだけど、めちゃくちゃ綺麗です、全部で。結構スタイリッシュな作りだから、お風呂も結構かっこいい感じでしたよ。さすがに取れないんだけど、お風呂出るじゃないですか。そしたら当然お水もなんかサーバーみたいのがあって飲めるし、あとは化粧水とか乳液とか良さそうなのがあったんで、明日以降はもう自分のやつ持ってかなくてもいいかなって思う、うん、トイレとかそこにシャワールームがあるんですけど、すごい綺麗ですし、うん、いいよ。ここのホテルいいよ。皆さん、三島来る機会があったら、ここの、富士山三島東急ホテルって言うんですけど、ここいいですね。だいぶいい。本当はね、サウナついてるんで、サウナでちょっと整ってから寝ようかななんて考えたんだけど、ね、時間が11時回ってるんで、今日はちょっとこの酒飲んでね、寝ますよ。明日以降はね、ゆっくりできるから、ご飯食べて、サウナ行って酒飲もうかな。なんかそんなちょっとホテルでの楽しみができたんじゃないかなと思いますよ。あ、そう、ラウンジもあるんで、ちょっとラウンジもね、ちょっとこの機会に一回行って、動画撮りたいな。なんか素敵なラウンジなんだと思うんです。ちょっとビール一杯ぐらいね、飲みに行こうかなと思いますよ。はい。またこれから5日間か、家族に会えないですけど、仕事しっかり頑張って、うん、週末楽しみに、蒲田に戻りたいと思います。はい、じゃあおやすみなさい。あ、うめ。バイバーイ。